番号は、アメリカ合衆国メイン州、ペノブスコット郡に属する都市であり、同軍の郡庁所在地である。メイン州東部と北部の商業と文化の中心である。番号市とペノブスコット郡全郡で構成される、番号都市圏の主要都市である。2008年時点で、州内第3の都市であり、その位置づけは1世紀以上も変わっていない。 人口は2010年国勢調査で33,039人だった。番号都市圏全体では15万4,000人以上だった。ペノブスコット、ピスカタキス、ハンコック、アルーストック、およびワシントンの五群地域では33万人以上であり。その中でも番号は最大の市場庁、物流センター、交通中継点及び報道の中心である。番号は ペノブスコット湾からペノブスコット側を約30マイル遡り、ケンダスキーグ川と合流するところにある。隣のブルーアーシとは橋でつながれている。その他の郊外町としては、オロノ、ハムデン、ハーモン、オールドタウン、グレンバーンおよび BG がある。現在の番号市がある地域には、ペノブスコット族インディアンが長い間住んでおり、現在も近くにある。 ペノブスコットインディアン居留地内の部族用地を占有している。この地に初めてヨーロッパ人が訪れたのは1524年のポルトガル人エステバン・ゴメスであり、その後1605年のサミュエルドシャンプランが続いた。シャンプランは現在番号があるところにあると考えた伝説の都市のランベガが探していた。フランスの宣教師がペノブスコット族の間に入り、 ペノブスコット川流域は1750年まで、フランスとイギリスが領有を争い、ニューイングランドの一部となったことでは、最後の地域だった。番号となった、イギリス系アメリカ人の開拓地は1769年に、ジェイコブ・バスウェルによって始められ、当初は、コンデスキーング・プランテーションと呼ばれた。1772年までに12の家族が入り、製材所、 店舗及び学校があった。この年に書いた口で最初の子供、メアリー・ハーワードが生まれた。1790年、デイビッド・ゴールがバスウェルのことを年寄りの忌々しい灰色髪の地獄の盗人と呼び、セスノーブル神父を忌々しい悪党と呼んだことで、バスウェルが訴えで初めての訴訟となった。1775年からは、コンデス・キークが条約交渉の場となり、 その条約で、ペノブスコット族は、先祖からの土地の大半を諦めることになり、土地の所有権以降はメインが、州になった1820年頃に完了した。ペノブスコット族には、番号から、上流の島、開拓者が、インディアンオールドタウンと呼ぶところにある、主要集落のみが残されることになった。最終的には、オールドタウンという名前を採用した。 白人開拓地がその集落からペノブスコット、川対岸に置かれ、集落はインディアンアイランドと呼ばれるようになり、現在もペノブスコット属居留地となっている。アメリカ独立戦争の1779年、大陸軍のペノブスコット遠征隊がカスティーンの戦いで改装させられてペノブスコット川を川上に逃亡し、遠征隊が使っていた船の最後のものは、 番号にいたイギリス艦隊に捕獲、または焼却された。この時森の中に逃亡した生き残りの中に、ポール・リビアがいた。この時の大陸軍艦船に搭載していた、大砲一門が番号中心街の公園に据えられ、沈められた船に積んでいた、工作品は、今でも川床から回収され続けており、この場所は、国定歴史史史跡に登録されている。コンデスキーグは、 住民567人に成長した1791年に町として編入されることにした。伝説によれば開拓者たちはセスノーブル牧師をボストンに派遣し、この町をサンベリーと名付ける誓願を行わせた。ノーブルのお気に入りの歌は番号と題するウィリアム・タンシュアによる賛美歌であり、酒に酔っていたかあるいは誤解していたかで町の名前を番号にしてしまった。 番号は、米英戦争の間に、ハムデンの戦いで、地元民兵隊が改装した後に、イギリス軍に襲われた。選出された者たちが、町の降伏を受け入れた後、イギリス軍は30時間店舗や住居を襲い、港の船や仙台に乗っていた未完の船を焼くと、脅かした。選出された者たちは、仙台の船が燃やされると町に広がることを恐れたので、 保証書を書いて11月末までに未完の船を仕上げて届けるとイギリス軍に約束することで取引をした。イギリス軍は対抗海性のある船をペノブスコット川の中央に浮かべてその育石下には火をつけ、その他の船には馬や牛を乗せてカスティーンの基地に戻った。そこの基地は戦後の1815年4月26日まで占領しており、その後にカナダに帰った。 イギリス軍が番号の町に泊まったのはわずか30時間だったが、ある証言によると、戦勝祝いのさなかで兵士たちが土地のラムシュに大層酔っ払い、主官たちが反撃を食らったらとても抵抗できないと考えたからだとのことである。1875年の番号19世紀、番号は在目席執行として繁栄し、自ら世界の製材都と,と名乗るようになった。 土地の製材所の大半は、オロのオールドタウン、ブラッドレー及びミルフォードのような上流の町にあり、バンゴは、資本、港湾施設、物資の供給及び娯楽を管理していた。バンゴの資本家は、森林の大半も所有していた。バンゴ木材の主な市場は、東海岸の都市であり、ボストンやニューヨークは、大半がメインの木材で建設されたが、少なからぬ量が、 カリブ海に直接運ばれた。カリフォルニアゴールドラッシュの時には建設用木材がケープホーンを回って運ばれた時は特に活発になった。その後カリフォルニア州北部やオレゴン州とワシントン州にも製材所が作られた。番号市民はその後メインの製材文化を太平洋岸北西部に移植しゴールドラッシュにも自ら参加した。ワシントン州、番号、カリフォルニア州、 番号及びネバダ州リトル番号はこのような経過の遺産である。水夫や木こりたちがその乱暴さで街の評判を広げた。その馴染みの地盤は悪魔の繁栄化と呼ばれた。1830年代に近くのカナダからアイルランド移民が到着し始め、地元のヤンキーとの間に職を求めた争いになり、 1833年には何日も続いた恐ろしい派閥暴動に発展し、民兵隊が沈めなければならなかった。番号の町は警察力を備える必要性を認識し、1834年に姿勢を始めた。アイルランド系カトリック教徒と後には、ユダヤ人がカナダ大西洋岸から来た多くの移民と共に、その地域社会を作った。 1910年に番号に住んでいた205人の黒人の中で3分の1以上はカナダ出身だった。1838年から1839年に起こったイギリスとの国境紛争である無欠のアルーストック戦争の時は番号が政治的扇動の中心になった。地元の政治家たちは 以前に二度にわたってペノブスコット側で暴力を振るったイギリス海軍に警戒して連邦政府を動かし1844年から1865年の間番号の下流プロスペクトに大型三影石造りのノックストリデを建設させたこの砦デが戦闘に使われることはなかった1910年の材木ブーム 材木男爵の多くが念入りなギリシャ復古町やビクトリア様式の家屋を建設し、それらは今でもブロードウェイやウェストブロードウェイ及び市周辺のあちこちに建っている。また数多い存在感ある古い教会と緑院樹の天外でも有名である。その美しさのゆえに市は東部の女王の市と呼ばれた。その短縮系である女王の市という名称は地元のクラブ。 組織、行事及び事業で使われている。19世紀の番号は材木の積み出しに加えて模写真の主要な製造者であり、1880年代には年間10万足以上を出荷した。南北戦争につながる年月で番号は反奴隷生成時の中心となった。これは番号紙学校の影響があったことにもよっていた。1837年にはアメリカ版。 奴隷制度協会の支部があり、会員は105人いた。さらに、会員100人以上の女性反奴隷制度協会もあった。1841年、反奴隷制度を掲げる自由党の知事候補がメイン州のどの市よりも番号で多くの票。近くのオロの出身で、アメリカ合衆国会議員のイズラエル、ウォッシュバーンジュニアが会議員30人をまとめて、 共和党を決闘する議論をはじめ、1854年6月2日の番号における演説で、共和党員という言葉を初めて使った政治家になった。近くのハムデン出身のハンニバル・ハムリンが、エイブラハムリンカーン大統領の最初の副大統領となり、少なくとも強要あるエリートたちに、反奴隷制度感情を強化することに役立った。番号氏は、次第に、 共和党に対する熱が高まり、1861年8月17日には、民主統計新聞、番号デイリーユニオンの事務所が、ボートに襲われ、印刷機などの物資が通りに放り出されて焼かれた。編集者のマーセラス・エメリーは暴力に怯えたが、無傷で逃げ出した。新聞発行を再開したのは、戦後になってからだった。番号と周辺の街は、南北戦争と深く関わった。 地元で集められた第2メイン志願不評連隊が1861年に州内から出た最初の部隊となり、第一次ブルランの戦いでは重要な役割を演じた。番号で集められた第1メイン重砲兵連隊は地元の商人に引き入られていたが、戦争中に北軍のどの連隊よりも多くの兵士を失った。近くのブルーアーの町出身のジョシュア・チェンバレン少将が、 指揮した第二0メイン不評連隊は、ゲティスバーグの戦いで、リトルラウンドトップを死守して、名声を得た。ユリシーズ・グラント将軍は、南軍のローバート・イーリーが1865年4月に、アポマトックス・コートハウスで、そのバージニア軍を降伏した時、チェンバレン将軍に、それを受け入れる栄誉を与えた。チェンバレンは、番号、または、周辺のペノブスコット軍出身で、 南北戦争中に名誉勲章を得た8人の軍人の一人となった。番号とブルーアーの街をつなぐ橋はチェンバレンと名付けられた。番号出身で南北戦争中海軍の英雄はチャールズ・エイ・ブーテルであり、モービル湾の海戦後に南軍艦隊の降伏を受け入れた。番号市内にはブーテルと名付けられた通りがある。番号の多くの船が南北戦争中に公海上で、 南軍襲撃戦に捕まえられた。例えば、デルファイン、ジェームズ・リトル・フィールド、メアリー・イ、e ・トンプソン及びゴールデン・ロケットである。メイン大学は1868年に番号の郊外庁をノに設立された。1880年代、地元では東部標準自体の採用をめぐって論争があった。番号はこの当時態に入るには遥か東にありすぎたからだった。一時は、 半東部標準時体の市長をすら選出し、二つの当時体がある時期もあった。その時計を東部標準時に設定する市民がおれば、地元時間で設定する市民もいた。この問題は、衆議会で決着され、メイン州全体で東部標準時を採用した。メイン州は1851年のメイン法の成立で、最初のドライ州になったが、番号はウェットのままに残った。 1890年には142の酒場があった。地元の警官や政治家は見て見ぬふりをしており、国内でも最も長い禁酒法を馬鹿にしていた町となった。メインストリート、1920年頃1900年、番号は相変わらず、イングランドに木製糸巻きを、イタリアに木製果実箱を輸出していた。年平均で2000隻の船舶が番号を訪れた。 しかし、その木材出荷後としての日々が長くなり、メイン州の木材は製紙業によって購入されるようになり、ペノブスコット川沿いの町々に大規模な製紙工場が建設された。木材から紙への転換は20世紀第一四半期に完了し、番号の事業は製紙業を相手にして繁栄を続けた。地元の資本家たちはメイン州北部のアルーストック郡に至る。 鉄道線にも投資し、その地域が開拓されるようになった。1909年、ロバート・ E ・ピアリーが北極点に達する最初の遠征隊を率いた後で列車でカナダからアメリカ合衆国に戻り、番号を通った時に歓迎会が開催され、彫刻のある銀杯を贈られた。ピアリーの北極探検船、ルーズベルト号は番号のすぐ南、ベロナ島で建造されていた。 1911年4月30日、ケンダスキーグ川に近い星草小屋の燃え差しが近くの建物に燃え移り、1911年の大火を起こした。この火事は、中心街の大半を破壊し、死の様相を変えたが、1871年の有名なシカゴ大火の場合と同様、番号も再び立ち上がり繁栄を取り戻した。現在の中心街大半は、 大火後の歴史地区として、アメリカが衆国国定歴史建造物に登録されており、一部はこの大火を生き残り、ウェストマーケットスクエア歴史地区となっている。1913年、ペノブスコット軍保安官が禁止法を強制しなかったことで、メイン衆議会から弾劾され排除された時に、番号のドライ派とエッド派の戦いが加熱した。翌年公認保安官も同じ理由で、 メイン州知事から辞任を求められたが、この保安官は拒んだ。三人目の保安官も1918年に知事から排除されたが、民主党から即座に再指名された。禁止法運動家のキャリーネーションは1902年に混乱を起こさせた後で、番号ハウスホテルから強制排除されていた。1915年、ドイツ人工作員、ワーナー・ホーンが、 バンスボロの国際鉄道橋を爆破しようとしたが、逮捕されて、バンゴでの連邦裁判所に召喚された。この年、イギリスの戦災を支払うために、金塊1億ドル相当が列車で、ハリファックスからニューヨークまで運ばれ、同じ橋を渡って、バンゴを通った。バンゴの街にも1918年のスペイン風邪が流行し、100人以上が死んだ。これは、バンゴの歴史で、最悪の、 自然災害となった。1937年秋、公共の敵アルブラディと、その、ブラディギャングのメンバーが、メイン州では最悪の銃撃戦で殺された。番号のセントラル通りで、ブラディと、その二人の手下が、デイキンのスポーティンググッズ店から銃と弾薬を買おうとした後で、連邦の工作員が彼らを襲った。ブラディは、マウントホープ街北側にある、 マウントホープ墓地の公共地区に埋葬されている。最近までブラディの墓には印がなかった。1990年代に学校生徒の一団が木製の標識をその墓に建て、2007年には高級的な石像のものに置き換えられた。第二次世界大戦の間、番号にあるダウ航空基地はヨーロッパに行き来するアメリカ陸軍航空隊飛行機の主要な出発点になった。 番号公共図書館にある栄誉の本には番号出身で戦中に死亡した112人の写真と死亡通知書が保存されている。また番号には捕虜になったドイツ兵の小さな収容所もあり、メイン州北部にある大規模なキャンプホールトンの支所として使われた。1944年11月 U ボートからメイン州海岸に上陸したドイツ人スパイが ヒッチハイクで番号に入り、そこから列車でニューヨークに行った。彼らは連邦捜査局の広範な捜索後に逮捕され、裁判にかけられた。戦後、ダウ航空基地は戦略航空軍団の基地になり、その後番号国際空港に転換された。1970年代からはヨーロッパからアメリカ国内あるいはメキシコに向かう飛行機が番号で給油し、特に チャーター機を使った数十万人の乗客が番号の税関を通過した。この空港は第1次及び第2次の湾岸戦争から帰国する部隊の入り口になった。1960年代後半に都市再生計画で古い市役所や鉄道駅のような中心街の目印を破壊したことは現在大きな誤りだったと考えられている。これは市中心の衰退の始まりとなり、 1978年の番号モールの建設やその後の郊外型大規模小売店の建設で加速されただけである。番号中心街は1990年代に回復をはじめ、書店、カフェレストラン、ギャラリー及び博物館が空白になっていた商店街を埋めた。最近のウォーターフロント再開発で歴史中心における文化的生活に商店を当て直すようになった。 1992年、バンゴは、クライスラー大西洋横断気球競争の出発点になった。これは5カ国のチームがヨーロッパを目指すものだった。ベルギーのチームが勝利し、アメリカのチームはコースを外れて、北、アメリカからアフリカに渡った、最初の気球乗りになった。1992年にはまた、バンゴを出発点として、U-2 偵察機を転換した機体を使った。 NASA の研究飛行が行われ、オゾン層におけるオゾンホールが北半球では特に大きくなっていることが分かり、ハロゲン,ンカアルキルの段階的廃止を促進することになった。番号は北緯44度48分13秒整形68度46分13秒、北緯44.80361度整形68.77028度、 44.80361-68.77028に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、番号の地域全面積は34.7平方マイル。このうち陸地が34.5平方マイルであり、水域は0.3平方マイル。水域率は0.86%である。番号紙の地理は、その繁栄と成長の限界の双方の要素だった。 番号より上流のペノブスコット川流域は広く深い森であり、あまりに北にありすぎてアメリカ人開拓者に農業を始めようという気にはさせなかった。この同じ条件が製材用には理想的なものであり。冬の深い雪は馬に引かせて材木を森から運び出すのに都合が良かった。ペノブスコット川あるいはその支流まで引き出せば、 春の雪どけ時に材木を水に浮かべて下流まで運び、番号のすぐ上流にある滝の製材所まで運んだ。製材された材木は満潮時に番号のドックから積み出され、世界中の木材を必要とするところどこでも仕向けられた。近くのメイン州海岸にある森林と遮蔽された入江も木材貿易に資する造船産業の発展に寄与した。番号にはライバルであるメイン州。 ポートランドなど東海岸の港に比べて不利な点があった。北方にあるために港が冬の間は凍り、大型の外洋船舶が入れなかった。森林の多い後廃地のために比較的開拓地が少なく地元の市場は小さかった。しかし、製材業に好都合だった同じ条件がパルプと製紙業にも魅力あるものとなり、20世紀のペノブスコット川流域を支配した。 一つの大きな違いは輸送の問題だった。鉄道で紙が出荷され、化学薬品が入荷された。番号はそれまでの川に背を向けて、鉄道の停車場がより重要になった。しかし、製紙業が来たということは、メイン州の森は、あと一世紀も開拓されないままとなることだった。番号のもう一つ、地理的な利点は20世紀半ばまで理解されていなかったことだが、 アメリカ東海岸とヨーロッパの最大航空路下にあるということだった。1930年代に飛行場が建設され、1960年代に軍隊の庇護のもとに成長を続けたことで、この地理的利点を十分享受することになった。カナダとの国境に近いことも幸いした。番号国際空港はヨーロッパに向かう前のアメリカ合衆国最後の空港であり、 ヨーロッパから飛んでくる飛行機がアメリカで最初に見る空港になった。1970年代から1980年代はヨーロッパとアメリカ西海岸やカリブ海とをつなぐ航空路が発展しチャーターキにとって番号は最良の給油地点となった。1990年代に入って長距離航続可能なジェット機が発達してこの利点は小さくなった。 番号が常にうまく活かせなかった潜在的利点とは、カナダの港湾市であるハリファックスとカナダの他の都市との間にある、その一致だった。1870年代にはすでにヨーロッパから北アメリカへの最短経路として、ハリファックスからニューヨーク市に至るヨーロッパ、北アメリカ鉄道は実際に番号を通って開通し、ユリシーズ・グラント大統領がその開通式を取り仕切ったが、 期待にかなうほどの昇流は起こらなかった。さらに後にハリファックスとモントリオールを結ぶ流通路としてメイン州を通るイーストウェストハイウェイの建設されたが、これも無駄だった。カナダのこの二つの部分を結ぶ陸路はメイン州よりもさらに北側を通った。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。イクスチェンジ通り2007年時点で番号都市圏。 の人口は147,180人であり、2000年と比べると1.56%の成長で、その大半は番号における増加だった。番号市民の中で、高校卒学歴を持つ市民の割合は85%であり、全国平均の76.5%より高く、大学卒学歴を持つ人口の割合も7.55%と、 全国平均7.16%より少し高い。人口当たり医者の比率は10万人あたり291人で、全国平均の172によりかなり高い。これは2つの大病院があるためである。番号公共図書館のドーム1883年に設立された番号公共図書館は、その始まりを1830年までたどることができ、その時は、 小型トランク一つに七冊の本があるだけだった。現在は50万冊以上の蔵書があり、全国でも高い貸し出し率を誇り続けている。メイン美術館大学は番号中心街のノーランウェガホールにあり、ベレニス・アボット、マースデン、ハートレイ、ウィンスロー・ホーマー、ジョン・マリン、カール・スプリンク・ホー・ムお及びアンドリュー・ y イ・エスなどの作品を含め、6500以上の収集品がある。 子供のための大きな博物館であるメイン発見博物館は元のフリーズ百貨店に2001年に設立された。番号博物館歴史センターはその展示室以外にトマス・エイヒルハウスを維持している。番号警察署には警察博物館があり、1700年代に遡る収集品がある。元のステート通り消防署には消防博物館がある。 番号オペラハウス番号にはいくつかの芸能公演会場と集団がある。1896年に設立された番号公共楽団はアメリカ合衆国の中でも最古の継続して運営されているオーケストラである。1859年に設立されその時以来継続して演奏を続けている番号バンドは夏季の毎週市内の公演で無料コンサートを開いており、 過去の指揮者の中には、マーチの作曲家ロバート・ E ー・ホールがいる。1973年に設立された、ペノブ・スコット劇団は、歴史ある、番号オペラハウスを本拠にするプロの劇団である。メイン芸術センターは、近くのメイン大学にあり、様々な巡業芸能や行事を主催している。リバーシティ・シネマでは、番号中心街で、夏の無料屋外映画祭を開催している。 メイン大学システムの本拠であるメイン大学は番号から9マイルのオロノの町にあり市内の文化的側面に影響を与えている職業を志向した番号ユニバーシティカレッジはメイン大学をーガした校と関連がある番号2898年に設立された発村大学は毎年2500人の学生を受け入れており様々な学部と大学院のプログラムがある やはり番号にあるビールカレッジは職業訓練を施行した小さな学校である。1814年に設立された番号紙学校はニューイングランド北部で唯一の正式認可を受けた大学院である。番号は近くのニューブランズウィック州セントジョン市と姉妹都市を結んでいる。ウェストマーケットスクエア番号には大半が19世紀の魅力ある都市景観があり。 市内の一部は国定歴史史跡に登録されている。また1980年代初期以降、市の歴史保存委員会を運営している。巨大で優美な屋根板様式建築であるトマスヒルスタンドパイプは市内の大半の場所から見ることができる。また、ボストンの建築会社タウルフォスターによって類似した設計になったハモンド通り改修派協会とユニタリアン協会の 戦闘やほぼ同じ頃に建設されたセント・ジョンズ・カトリック教会の戦闘も有名である。現在はアパートに転換されているバンゴー・ハウス・ホテルはボストンの建築家・アイザイア・ロジャースによって設計された一連のパレス・ホテルの唯一の生き残りである。建設された当時はアメリカ合衆国でこの種としては最初のものだった。全国で2番目に古い庭園墓地であり、 チャールズ・ G ・ブライアントが設計したマウント・ホープ墓地がある。イギリス生まれの建築家でゴシック復古町の初期推進者だったリチャード・アップ・ジョンはアイザック・ファーラーの家、サミュエル・ファーラーの家、トマス・エイヒルの家及びセント・ジョンズ教会など番号で初期の注文を受けた。セント・ジョンズ教会はアップ・ジョンの最も有名な作品であるニューヨーク市のトリニティ教会のすぐ前に設計された。 アップ・ジョンは、アメリカ建築学会設立者の一人であり、初代会長になった。セント・ジョンズ・カトリック教会、遠くに、トマス・ヒル・スタンド・パイプが見える、その他の地元の目印としては、ピーボディスターンズによる、番号公共図書館、クラム・グード・ヒュー・アンド・ファーガソンによる、オール・ソウルズ・改修派協会、ベンジャミン・エス・ディンによる、ホイール・ライト・ブロック、およびジョン・カルビン・スティーブンスによる、 東メイン精神病院がある。また、ギリシャ復古町、ビクトリア様式及び植民地復古町の家屋も多く、そのうちのいくつかも国定歴史登録財に指定されている。最も著名なものは1856年建設のウィリアム・アーノルド邸であり、番号では最大のイタリア様式邸宅で作家スティーブン・キングの住居になっている。 コウモリとクモの巣の模様のある単鉄のフェンスはキングが付け加えたものである。米西戦争を始めさせることになったキューバのハバナ港で破壊された戦艦アセスメインの選手版がダベンポート公園のチャールズ・ユージン・テフトによる加工岩石記念碑に収められている。ロードサイド建築の範疇に入るものとしてノーマン・マーティン製作になる伝説上の木こり、 ポール・バニアンの巨大で有名な金属の上に、ガラス繊維を置いた彫像があり、またハワード・ジョンソンが作ったレストランで、国内では2つしか残っていないものの1つがある。ファイル、continuity of c o m m u n i t y s c a r r u p c h j p g ウ e ストマーケットスクエアにある、コミュニティの連続像、1969年制作、ピアース記念ヒブルーアー出身の彫刻家、チャールズ・ユージン・テフトによる大型製造像が、 中心街に三つあり、ペノブスコットが相方のりを記念する、ルーサー・エイチ・ピアース記念碑、ケンダ・スキー・グモールにあるハンニバル・ハムリン像及び、ノランベガ・パークウェイにある、勝利の女神像である。ウェスト・マーケット・スクエアにある、コミュニティの連続像は、抽象的アルミニウム製彫刻であり、カスティーネの彫刻家、クラーク・バトル・フィッツ・ジェラルドが制作した。フィッツ・ジェラルドの作品は、 コベントリー大聖堂、独立記念館及びコロンビア大学にもある。番号郵便局には著名なアーティストイボンヌ・ジャケットが制作した3つの部分からなる壁が秋の拡大がある。ウィンスコンシン州の彫刻家、オーエン・バーノン・シャッファーが1962年に制作した第2メイン志願風評連帯を記念する大型の銅像はマウントホープ墓地の入り口に置かれている。 消防車と馬車隊、ナンバー5、現在は消防博物館、スティーブン・キングの小説でおなじみの、この番号紙はアメリカ合衆国の中でも安全性の高い都市である。犯罪率は同じような大きさの都市圏の中で2番目に低い。2007年1月19日から車の中に18歳以下のものが同乗している場合は、喫煙が禁じられた。条例で、 違反者は50ドルの罰金に処せられる。ニューヨークタイムズによれば、番号は子供のいる車の中での喫煙を違法とした最初の都市と考えられている。番号は1931年以降市政委員会、シティマネージャー方式を採用しており、市政委員会は9人の委員からなっている。委員のうち3人は3年人気で、毎年1人ずつ選挙で選出される。番号には市長がいないが、 市政委員会委員長が非公式だが市長と呼ばれることが多い。1996年番号市政委員会は地元の店で作詞的労働によって生産された衣類の販売に反対する決議案を全会一致で承認したことでは北アメリカで初めての都市になった。番号とオーガスタは共にメイン州知事を9期ずつ出しておりメイン州では最大である。この中には 現職知事で民主党員のジョン・バルデッチや共和党員としては最後になっているジョン・マッカナンが含まれる。その他のものはブルーアー、ハムデン及びオロヌのような郊外町で生まれたか住んでいる。番号には公立の番号高校と私立のジョン・バスト記念高校という2つの主要な高等学校がある。公立の中学校は2校、さらに広範な小学校システムがある。 バンゴのステートフェアは毎年7月の最終金曜日から開催され150年以上の歴史がある。全国的にも最古の部類の祭りであり農業展示物、遊園地の乗り物及び名前演奏などがある。2002年、2003年及び2004年、バンゴでナショナルフォークフェスティバルが開催された。2005年8月、新しく始められたアメリカンフォークフェスティバルが 毎年カワムで開催されるようになった。毎年開催される番号書籍祭にはメイン州に本拠を置く著作家が番号公共図書館などの会場に集まる。ケンダスキーグがわかる競争は番号のすぐ北にあるケンダスキーグの町で始まり過去40年間毎年開催される水上の祭りである。また毎年ソープボックスダービーやポールバニオンマラソンも行われている。 番号地域には、その大きさの割に非常に多くの報道支局がある。1815年以来継続して発行している、新聞がある。南北戦争が終わるまではおよそ30の日刊誌、週刊紙及び月刊誌があった。番号デイリーニューズは19世紀後半に設立され、アメリカ合衆国でも数少なくなった、家族所有の新聞である。 番号メトロは2005年に発刊された地域の事業、生活様式及び意見を掲載する高級雑誌である。オルタナティブな生活様式に関する週刊誌ザメイネッジも市内で発行されている。市内には12以上のラジオ局と7のテレビ局があり。テレビ局は NBC、CBS、ABC 及び FOX 放送の各系列局がある。近くの,ので、 免許取得したワメブ1 2は地域の公共放送サービステレビ局である。ラジオ局のワキット FM とウィザーンはスティーブン・キングが所有する会社のゾーンラジオコーポレーションが所有している。WHSN は番号で免許取得したヒエーリー・オルタナティブ・ロックの放送局であり、ハッソン・カレッジのキャンパスにあるニューイングランドコミュニケーション学校のスタッフと 学生によって運営されている。市場内の他のぼねいくつかは、ブルーベリーブロードキャスティング及びカマラスメディアが所有している。番号公会堂、東メイン高校バスケットボール選手権が、毎年2月に番号公会堂で開催され、メイン集中部、東部及び北部のファンを引きつけている。近くのメイン大学では、アメリカンフットボール、アイスホッケー、野球及び、 男女のバスケットボールでカレッジスポーツのチームがある。過去10年間には2つのマイナーリーグ野球チームがあった。番号、ブルーオックスは1996年から1997年、番号ランバー・ジャックスは2003年から2004年にプレーした。どちらも1995年から1998年に存在したノースイーストリーグに所属していた。 番号高校のスポーツチームは伝統的な競合である。野球とバスケットボールでは週内 A 級に属し何度もチャンピオンや準優勝になった経験がある。アメリカンフットボールではサウスポートランドと競い合っている。男女の水泳でも週内で数々の優勝記録がある。ケンダスキーグ側番号レース場ではつなぎが速歩競争があり場外馬券売り場もある。 またペンナショナルゲーミングが運営する近くのハリウッドスロットはメイン州で初めてのスロットマシン賭博場である。2007年に1億3100万ドルの予算で建設が始まり、約1000台のスロットマシンがあるゲーム場、7階建てホテル及び4階建て駐車場がある。2008年夏に議論の多い新ンラシノがオープンした。メイン州は ラシノが合法である数少ない州の一つであり、番号誌にあるものは、市の観光業の業態を変えるものと考えられる。2002年以降の毎年8月、シニアリーグのワールドシリーズが開催されている。プロレスでも番号は、歴史的に重要な役割を果たしてきた。ビンス・マクマホンは1979年に番号で、その最初のレスリング試合をプロモートした。1985年、 WWC ユニバーサルヘビー級チャンピオンシップは初めてプエルトリコから外に出てバンゴで開催された。バンゴ市民の森など近くの公園、森林及び水路ではハイキング、セーリング、カヌー、狩猟、釣り、スキー及びスノーモービルなど多種多様な屋外スポーツが楽しめる。ペノブスコット川はメイン州でも第一の酒釣り場であり、バンゴサーモンプールは 伝統的に最初に捕まえた鮭をアメリカ合衆国大統領に送ってきた。生態数が減って1999年から2006年まで鮭釣りは禁止されたが生息数は少しずつ回復している。ペノブスコット川再生計画が現在進行中であり番号より北にあるダムを取り除いて魚類生息数を増やそうとしている。番号は 週刊高速道路95号線、アメリカ国道1号線、道2号線及びメイン州道15号線が通っている。週刊高速道路95号線の支線である395号線が東部を走っている。ジョシア・チェンバレン橋、ペノブスコット川橋及び退液兵器年橋の3つの橋が番号と隣のブルーアーを結んでいる。 番号国際空港からは5つの航空会社の60以上の路線が発着しており、ボストン、ニュージャージー州ニューアーク、フィラデルフィア、デトロイト、シンシナティ、アトランタ、フロリダ州、オーランドまで直行便があり、ニューヨーク市のラガーディア空港とミネアポリスには季節による直行便がある。主要レンタカー会社大半のデスクが空港にある。近くのバーハーバーからは、 ノバスコシア州の地域とを結ぶフェリー便がある。毎日のバス便は6社が運行しており、番号と周辺の大きな町や都市のすべて、さらにはボストン、ニューハンプシャー州、ポーツマス及びニューブランズウィック州線とジョンとを結んでいる番号しないと、オロノのような隣接町内での公共輸送はバットコミュニティコネクターのシステムがある。下記には番号とバンハーバーを結ぶ シャトルビンがある。ダウ空軍基地は1969年以降所有の番号国際空港となったが、アメリカ軍とメイン周兵隊がそこの建物を使い、滑走路を共有している。部隊としては、アメリカ空軍の第101空中給油航空団や第132空中給油大隊があり、KC-135 給油機を飛ばしている。 1947年以来に番号を基地にしている第132空中給油大隊は事態のことをマニアックスと呼んでおりかつて1976年までは戦闘機大隊だった。1990年アメリカ空軍東海岸レーダーシステム運転所が400名以上の人員で番号に開設された。ここではオーバーザホライズン バックスキャッターのレーダーシステムを完成しており、その送信機はメイン州モスコーに受信機はメイン州海岸のコロンビアホールズにある。このシステムはゼネラルエレクトリックが設計試行を行い、デジタルイクイップメントのバックスコンピュータ28台を使い、世界でも最も強力なレーダーでアイスランドからカリブ海までほぼ北、大西洋全体を監視できる。 アメリカ西海岸にも同様なレーダーシステムが建設されたが運用はされていない。冷戦の終結とともにこの施設の使命はソビエト連邦からの攻撃を防ぐことから贅沢品に変わり短期間は薬物阻止にその注意が向けられたが1997年には費用のかかる冷戦時代の遺物としてその役目を終えた。1960年から1964年 一ダースのボマーク地対空ミサイル基地として同様な経験があった。建設後4年間で空軍が放棄し、防御を施したコンクリート製ミサイル沿泥号は幽霊のような目印として長く残っていた。バース公園のポールバニアンの隣に、彫像のように機能停止されたボマークミサイルが置かれたことがあった。番号あるいはその分身であるデリーは、 スティーブン・キングの多くの小説での舞台となっており、番号誌はトランシルマニアの首都であり、ゴシックホラー小説に囚われたキング自身が創作した。ジョン・グワールの有名な戯曲、ランドスケープ・オブ・ザ・ボディでは番号が主人公の本拠地になっている。ヘンリー・ジェイムズの短編、エイバンドル・オブ・レターズでは番号出身のミランダ・ホープがパリを訪れている。 コレスポーターの1916年から1919 19年の連作、ヤングエディプレインスコーツでは、英雄ビリーバリーが番号出身であり、ルーグロスマンの2004年の小説、コーデックスの主人公、エドワード・オーズニー、ヘイフォード・パースのタイムトラベル小説、ナポレオン・リシン・タイムドのケビン・リンド、コートニー・マクネアも同様である。リリー・ストレンジの小説、 ロストビニース・ザ・サーフェイスの登場人物、テレサ・ブラッカムは番号出身のホラー小説作家である。ケイシー・リン・エマーソンのディアナ・スポールディング・ミステリーシリーズでは登場人物ベンジャミン・ロース・コート博士が番号誌の検察医で犯罪と戦うチームの一員である。クリスティーナ・ベイカー・クラインの1999年の小説ディザイアー・ラインズでは番号が舞台になっている。 アーディアナ・ヘムリン・ノールズの1988年の小説ピンク・チムニーズは19世紀の番号が舞台になっている。オーエン・デイビスの1923年ピューリッツァー賞受賞劇アイスウンドは近くの BG が舞台である。トム・ハイマンの1992年の小説プルシアン・ブルーでは番号が舞台の一つになっている。ザ・シー・ファックと呼ばれる番号にある。 陽気な夜の場所は、テネシー・ウィリアムズの短編、サブサ・アンド・ソリテュードに登場する。ラドヤード・キップリングとウォルコット・バレスティアの、ノーラー化、東と西の話では、インドの宣教師一家が番号から出発する。ヘンリー・デイビッド・ソローのメインの森には番号を除述する下りがある。夜の帳な星のように、今もそれが作られている森を切り開き、すでに、 ヨーロッパの贅沢品や洗練されたもので溢れ、その食料雑貨のために、スペインへ、イングランドへ、西インド諸島へその船を派遣している、ジョン・スタインベックのチャーリーとの旅では、番号から、すぐ郊外の小さなレストランで重要な教訓を学ぶ。マーガレット・アトウッドの次女の物語は、ディストピアのギレアで共和国で、地下の女性未知の途中駅であるかつて、番号だった廃墟で、 カセットテープの詰まった小型トランクを発見するところから始まる。ロバート・ローウェルの番号からリオへの飛行。1957年は近くのカスティーネにある彼の夏の家で友人で詩人のエリザベス・ビショップを番号空港で見送った体験について書かれた。ロジャー・ミラーのカントリーソングキング・オブ・ザ・ロードには番号が出てくる。その詩は3番目の客車、夜行列車、 目的地はメイン州番号となっているトラウィストリットのサウスバウンドトレーンにも同じような歌詞があるこのメインと列車で客員を踏むやり方及び番号を発着地とするのは1871年のルイスシリーブ・オズボーンの歌ライディングダウンフロム・バンゴアに初めて登場したその歌詞は東の列車に番号から乗った メインの森で6週間も狩りをした後でとなっている。これはイギリスと南アフリカで録音されたが、アメリカ合衆国では一度もなかった。ジョージ・オーウェルは1945年の随筆、ライディング・ダウン・フロム・バンゴアでこの歌に触れている。彼は子供時代を改装して、19世紀アメリカについて、私が描く絵は今でもよく知られ。 スコットランドの学生愛称家に載っている一つの歌でかなりの正確さで与えられると言っている。この形式を使った最近のものはガリソン・キーラーが2008年3月3日にラジオ番組プレイリーホームコンパニオンで歌ったものでありメイン州番号メイン州番号船で行くか列車に乗ろうスリッカーを着るか雨かもしれないメイン州番号でとなっている。 番号とオールドタウンを結ぶ番号ピスカタキス、鉄道の1848年の事故は、鉄道の歌、ヘンリー・ソーヤーで知られるようになった。ラッキースターの、アイブ・ビー r エブリウェアの北、アメリカ版で、番号が出てくる。ジョージ・ストレートの、ハウ、ブゼム・カウ・ガールズには、私はキービス・ケーンまで動いて、メイン州、番号経由で、ジャイタウンに行ったという歌詞がある。 ミネアポリスのインディグループ、ザ・ゴット・ダム・ドゥー・ウォップ・バンドのザ・ルーフ・トップ・ソブ・バンゴアはメンバーであるカティ・ナーデムへの一通のラブレターにあった文章が作詞の契機になった。オールドタウン生まれのパティ・グリフィンは2007年、グラミー賞候補となったアルバム、チルドレン、ランニングスルーの自助伝的歌、バーガンディ・シューズの第一節で番号に向かうバスと歌っている。ダークスベントレーの歌、 バンド・オブ・ブラザーズでも番号が出てくる。その歌詞はサンディエゴのバーからメイン集番号まで横切ってとなっている。スティーブン・キングの小説を元にした映画数本が番号の周辺で撮影されてきた。ランゴリアーズは一部を番号国際空港で撮影された。ペット・セマタリーとグレーブ・ヤード・シフトにはマウント・ホープ・墓ッチと番号浄水場で撮影されたシーンがある。 クレポショー2では番号、ブルーアー及び近くのデクスターで撮影されたシーンが使われた。1996年の映画、シンガーでは、キング自身が番号博士という登場人物で出演した。1984年の映画、炎の少女、チャーリーは、世界公開が番号の映画館で行われ、キングと主演女優、ドリュー・バリモお及び制作総式ディノデ・ラウレンティスも、 出席した。ヘディラマーが主演した1946年の映画、ザ・ストレンジ・ウーマンは、ベン・エームズ・ウィリアムズの小説を元にしており、19世紀の番号を舞台にしている。1960年代のテレビ番組、ダーク・シャドウズの舞台は、第1話の台本によると、番号から50マイルの架空の街メイン集、コリンズ・ポートとなっている。同様に架空の 番号パインホテルは1年目の2つのシーンで現れた。スティーブン・キングの小説に基づくデッドゾーンの舞台ははクリーブス・スミルズと呼ばれる番号郊外になっている。2004年のテレビ映画セレステイン・ザ・シティの主人公は番号出身である。1987年のレートショー・ウィズ・デイビッド・レッターマンでは番号では異常に低い視聴率であることがわかった。後で この番組のオンエアキャンペーンを行った。レターマンは地元の電話帳からランダムに名前を読み上げることまでやった。カナダのテレビ番組トレーラーパークボーイズでは7年目のエピソード道路の友人で番号の列車会議を登場させている。マーベルコミックの悪党登場人物、モードックは番号生まれの技術やジョージ・タールトンの実験室から作り出された。 G.I. ジョーの登場人物、スニーク・ピークや、クリスタル・ボールの母も番号出身である。D.C. コミックスのダイヤル・ H.4 ・ヒーローシリーズも番号郊外が舞台である。マルタ乗り競技の上級者は、伝統的に、番号タイガーと呼ばれてきた。これは19世紀にペノブスコット側のイカダノりに与えられた名前だった。チョコレート・ブラウニー・チョコレート・ブラウニーについて、 最も初期に文書になったレシピには番号ブラウニーと書かれている。ファニーファーマー社が1896年の料理本にブラウニーを掲載したが、これは糖蜜フレーバーのものであり、トップにナッツが乗って一つ一つフライパンで焼かれていた。今日チョコレートブラウニーとして我々が認める最初のレシピは1905年4月2日にボストンデイリーグローブが発行したものである。 番号ブラウニー、クリーム、バター1、2カップ、卵2個、砂糖1カップ、チョコレート2辺、砕いたクルミ1、2カップ、小麦粉1、2カップ、バターをひいたフライパンに薄く広げる。オーブンは中火で、冷める前に切る。1907年に、ウォルター・ローニー・チョコレート社が出版した、ローニーの料理本には、チョコレートブラウニーについて2つのレシピが載っている。 一つはチョコレートが多く、フライパンで焼かれたものであり、やはり、番号ブラウニーと呼ばれている。レシピにおけるこの呼び方は1950年代まで続けられた。1872年のアップルドア料理本には番号ケーキのレシピがあり、1886年の女性産世権論者の料理本にも再掲され、1916年まで続いた。プラムの編集。 マクローリンとペノブスコットについて1846年に番号のジョン・マクローリンの庭園で初めて識別され、同年 AJ ・ローニングの園芸学者に掲載された。マクローリンは1850年代までに最も著名なアメリカで栽培されるプラムとなり、園芸雑誌によれば豊潤で甘みなフレーバーで多種をしのいだ。両種とも北アメリカやヨーロッパで栽培され続けている。 アメリカ合衆国で最初の鉄線核外用蒸気船はザ・バンゴーと名付けられた。1844年にデラウェア州ウィルミントンのハーランホリングスワース社で建造されバンゴーとボストンの間で船客を運ぶことが目指された。しかし1845年の2度目の航海でカスティーネ沖で火災になって沈んだ。メインシューバースで再建造され、 短期間以前と同じ航路に就航したが、間もなく米国戦争で使うために、連邦政府に買い上げられた。それより、前の蒸気船、番号は、1833年に、ボストン番号蒸気船会社のために、ニューヨークのベルブラウン社が建造した。1842年まで就航した後、トルコの会社に買収されて、スダワーと改名され、イスタンブールのフェリーとして使われた。 ザ・バンゴーという名の4本、マスト・スクーナーが1891年にカリフォルニア州ユーレカで建造された。1894年にイースト・ボストンで建造されたザ・シティ・オブ・バンゴーはイースタン蒸気船会社の蒸気船であり20世紀初期にバンゴーとボストンの間を毎日運航した。タコマ級フリーゲート艦アセス・バンゴーは1943年に収益し、 第二次世界大戦では北大西洋輸送船団を護衛した。ニューヨーク証券取引所には番号を社名に使った会社2社が上場していた。番号アルーストック鉄道は1891年から2003年まで運行され、地元資本家が設立して当初は番号に本社を置いた。1964年、ボストンが所有し、キューバに本拠を置く。 プンターレグレサト会社と合併し、番号、プンターレグレサト会社に、1967年、以降はターンに、バノー・プンタに社名を変えた。この会社の取締役で、番号アンドアルーストック鉄道の元社長、カーティス・ハッチンスの助言により、鉄道は1969年に売却されたが、ハンガリー系アメリカ人財務課、ニコラス・サリゴが経営する、番号、プンタ社は、 番号出身のハッチンスを取締役にしたままで、1960年代の古典的コングロマリットとなり、武器メーカーのスミスウェッソン、パイパーエアクラフト及び多くのヨットメーカーを系列に抱えていた。その存在期間の大半で、フォーチュン500にも入っていた。サルゴは1974年に引き抜かれ、会社は1984年に解散した。ありがとうございます。